今日はこの今年からまた種まきして作っているケヤキの最初のこの V の枝分かれのところの、手直しをやりたいと思ってます。今年もたくさんケヤキの種まいたんですが、まあ、理想的な感じで綺麗に出てくるものもあれば、ちょっと直さない と, ちょっとどうしようもないなっていうものだったり、その中で一つ面白いものが出たりしました。葉っぱが縮れてて、はい、出た時からこんな感じだったんですけど、はい、シシバケヤキなんて自分で名付けてめでてるんですが、こういう変な遺伝子を持つものなんか出たりとかして面白いですよね。今年のケヤキミショーは、まあ、軸切り刺し目してみたり、最初の双葉カイワレバの上で切ったりとか、まあ、いろいろ今年もやってみたんですけど、やっぱりいろいろですね、枝出てくる感じも違いますので、必要なものは直してっていうのをやっていこうと思います。やっぱり理想的なのは最初の枝分かれのところはできるだけ広がらずに鋭角にちょっと持ち上げたいなっていうのがあって、私は今まで針金かけて直してたんですけど、今年は数が多いというのもあってちょっと面倒くさくて、楽したいなっていうのもあるので、いろいろ工夫をしてみたいなと思ってます。微笑して何もせずにこうやって V 字に綺麗に立ち上がってくれるのはすごい、まあ、盆栽としてはすごく都合の良いというか優秀な苗ですね。何もしなくても多分このままいい感じになってくれそうな感じ、そういうものも結構あるんです。こうやってあるんですけど、やっぱり中にはどうしてもこんな感じでちょっと離れすぎてるっていうものがあるので、こういうのはちょっと矯正が必要かなと思います。このくらいにちょっと上げとく。この辺の枝先はまあ目摘みとか剪定でいい感じにふわっとなっていくんですけど、やっぱりここ最初の枝分かれとか主要な枝は、ある程度、直しておく必要があるかなと思います。まずこういうの、もう幹自体こう曲がっちゃってるので、これは作り方次第ですけど、やっぱりまっすぐにしておく必要があるので、針金なり棒を当てたりなんかして今の時期に秋のうちに、直しておくと、で休眠に向かう時期に針金をかけておけば、だいたい来年の、まあ、6月7月ぐらいまでは、そんなに食い込まないので、その時期ぐらいまではかけっぱなしにできて、食い込む前に外したらいいかなと思います。はい、そうですね。これも同様に離れすぎてたら、まあ、今までだったらこんな感じで、まあ、ぴっちりかけなくて緩やかでいいんですけど、こんな感じでちょっとメガネかけて、ここをこういう風に直してあげるとか、そういうことを毎年やってました。これを全部にやるのはちょっと大変なので、ちょっと、ね、いくつか楽してできる方法を考えてみ、ました。まあ、一つは、まあ、こういう針金の切れ端なんか使って、まあ、これを加工して、まあ、何でもいいか、こうやって曲げて、いい感じに加工して、まあ、S字とかにしてもいいのかな。ちょっと S 字にして引っ掛けるとこ作って、こんな感じ、まあ、これでいいかな。まあ、いろいろ、まあ、普通に S 字にしなくてもいいと思うんですけど、まあ、ここ引っ掛けてこうやって作るのも、こうやって引っ掛けておくのも簡単かなと思いました。うん、針金でまとめるっていう感じ。はい。ちょっとここ甘いですけど、これもまあ楽っちゃ楽ですよね。うん、ちょうどいいところに落ちないような葉っぱがあれば使えるかなと思います。あとこういうなんかクリップあるので、ちっちゃいクリップ。針金でまとめるのがちょっと面倒だなと思ったら、これクリップで。
こういうところ、ここもまあ引っ掛ける、落ちないように引っ掛けるとこ必要ですけど、まあ、ちょうどいいところを見つけてやって止めるとか、この V 字のところだけを鋭角にっていう目的なら、こういう風に簡易的に止めてもいいかなと思って何本かやってます。いろいろこういう方法あるかと思うんですけど、これまたちょっとニューアイテム見つけてきたんで、これを今日は使ってみようかなと思うんですよね。これはこうやりたい。このなんか園芸用のテープあるんですよ。この繰り返し使えるっていうやつ、これマジックテープみたいな感じのものをですね、ホームセンで見つけてきたんで、これ使ってみようかなと思って、なんか手で切れるらしくって、はい、これをこう切って、これをここつけるとくっつくんですって、うん、これをここにこうやって、あ、ちょっと短いか、ちょっともう一回別のやつ、これは別のやつに使おう、こうやってこうやって押さえて、でここにくっつけると、ほい、これで使えそうな感じもするんで、今年はこれも取り入れていこうかなと思ってます。うん、良さそうですよね。もう一個やってみようかな。使い捨てじゃないっていうところがいいですよね。止める、うん、あ、いいですね、便利そうです。いろいろあったこのクリップはちょっと危ないかもしれないっていうので、ちょっと却下かな。こういうこんな感じで細かいところをちゃんと直したいときは針金でピシッとやっぱりね直した方が綺麗になりますけど、ちょっとここ寄せたいとか、そういう補助的な目的なら、針金の切れ端使ってみたりとか、こういうテープ使ってみたりとか、うん、やっても十分使えそうなんで、これは時短としてすごくいい方法なんじゃないでしょうか。それですいません、告知なんですが、今月4日に発売、今月号のこの盆栽世界ですね。で、今月の特集は適期にできなかった木どうするっていう特集が組まれていて、私もちょっとイラスト解説させていただいてるんですが、うん、心拍こういう感じですとか、黒松ですとか、もみじですとか、あとお迎えなんか、やるべき時にできなかったやつが、枝が伸び放題になってるやつはどういう風に対処するかっていうのを、自分なりにまとめて書かせていただきました。それで郡先生もですね、実演兼ねたページを組まれておりまして、すごい勉強になりますので、ぜひ買ってください。それでこの企画に合わせて盆栽級チャンネルさんも動画で、ひるまさんの作業を、分かりやすく、動画で撮影してくださっていて、この発売に合わせて配信される予定です。なんかちょっとよくわかんないんですけど、なんか印刷かなんかの手違いでリンクが反映されてなくて、はい、すごいなんか残念なんですが、配信自体は予定通りされます。第1弾第2弾と、長編の、分かりやすい動画が配信されるそうですので、ぜひこちらと動画と一緒に、楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。